はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。ゼルダの伝説夢を見るしますスイッチ1リメイク実況プレイ続けていきたいと思います。はい、前回から場所が思いっきり変わっております。ここはどこでしょう。正解は、テールのホラーな第一ダンジョンの横、ここに、はい、前回言っていたここ取ったっけ。いや多分取ったと思うな。取ってませんでした。水の貝殻ということで、この勢いでですね、ブーメランをゲットしに行きたいかなと思います。ハートクレイ、この勢いで貝殻を回収しつつのブーメランって感じですね。まずこの横にここどこどれだろうな、 どれかの機能、どっかの木の中だと思うんだけど、どれかしら、これか、違うな、こいつか、お前か、お前だ。はいよ、ゲットだぜ。ほんで、あとマリンちゃんとお話をしたあの場所にも、あ、引っかかった。あの場所にも、ちょっと一旦ここスルーして、あ、痛い。ここ一旦スルーして、めっちゃ投げとるよ。このマリンちゃんと話して、この横にもあって、これは、あれかな、スコップがいいのかな。この辺、OK。はい、ゲットでーす。まあ、今のところ覚えてるのこれぐらいかな。で、ここが、あ、いた。全然見えなかったけれども、見通しレンズによって見えることができるようになった場所です。あ、ちょっと待って。待ってね。はい。めっちゃなんかごつい人がいますけれども。スコップと交換。はい。じゃあ、交換します。はい。ということで、ブーメランゲットでーす。ありがとう。ほんで、これで話しかけると、うん、売ってあげるだから、売ってー。はい、速攻帰ってきた。最初からブーメランを300で売ってくれ、みたいな。まあ、そこはね。まあ、交換でなくなっただけよしとしましょう、みたいな。あと2つか。パワフルグラブ、マジックロッド、鏡の盾、あと1個なんだ？ああ、あれか、空き瓶がもう一個あんのか。こうなったら次はどこに行こう。ああ、怖い。ああ、怖い。ブーメランがゲットできたから、ね、ブーメランは正直な、別にあってもなくてもっていうような装備なので。よいしょ。よいしょ。で、待ってね。じゃあ、あれ行くか。ウククソウゲンの急流滑りじゃない、ウククソウゲンの急流滑りってなんだ。カエルのソウル教えてもらうか、先に。カエルのソウル別に後でもええんですけど、まあここまで来たら先に行ってしまいましょうか。またルピーが、まあ別にもうこれ以上ルピー使うようなことって、これ以上なんかルピー使うことあったっけ？まあ、クレーンゲームとか釣りとかで10ルピーずつ奪われるってのはあるけど、こことこになんもないもんな。特になんもなしだから、若干草に引っかかったような気が。ほうひょう。はい、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 はい。ちなみにだって、ルリナティさん今何、いや、バッシェ今何を喋ってくれるのかな？ジーコジーコ。青の神殿の話か。ためになる神殿とは？でも先に急流、急流、なんで私はこれのこと急流滑りって言っちゃうんだ？ねえ、なんで？なんでかな？どんだけ急流滑りしたいね。急流滑りにフックショットがあれば走ったんだ。いけるんだけど。あ、すごい、すごい、あれがすごい斬新。はい、ここからスタートです。の方向へ進めと、では真下に進み、ちょっとね、気が入るのが怖いので、真下に出会った看板に進むと、で、まっすぐ右に行って、この看板。で、下はこれをスルーして、これもスルーして、はい。で、
で次が左、ここでフックショットが必要だと。あーうー、また、ちょっと事故が起きすぎなんだよ。で上に、まっすぐ上だから、まっすぐ上ってこう忘れるとあれだよね。このこれのまっすぐ上だから、あの左上が欲しい。はい、で右でこれね。あー怖い。で真下に進む、よいしょ。今度は右ね。この岩は、この岩は大丈夫か。危な。で、真上に行って、邪魔。左。で、これか。で、真下。はい。右。ここに騙されてはいけない。はい。下。で、この岩をどっけて、はい。左。ここ。よいしょ。で、こいつ。お見事。オッケー。おえい、水どうなってんの。はい。ほんで、いいんだって。で、ここにいるのは、はい、どっかで見たことある人ですね。人？うん。うん。やっほー。こんなところで生きてるのかい、君？マムーさん。そっか、ここらじゃって。どこらなんだろうね。300ルピーです。あります。さあ、リサイタルスタート。ですね。はい、こいつの音色で命のないものに魂を入れよう。こいつのっていう影響されてるやないけ。ちなみに、よいしょか。じゃあ、さよなら、ありがとう。なんかこうね、って感じなんですけど、深く追求してはいけないんだけどね。よいしょ。今のひどくない？お兄さん、ちょっと今のひどくないですか？これで、まあ、ルピー。それでもやっぱり体はルピーを求めてしまう。不思議だね。ほんでや。で、次に顔の、あ、ここ開いてなかったのか？顔の神殿行くか？顔の神殿、どうして動物村が近いか？動物村、いや、貝殻の館の方が近いか。おい、めっちゃオーラが出てますけど、めっちゃオーラが出た状態で、貝殻の、あ、貝殻の神殿行くついでに、確かコッコちゃんでしか行けなかったところ、原作ではコッコちゃんでしか行けなかったところが、フックショットで行けるんちゃうかな。危ない。この左。ほんまやったら、あ、ちょっと、そうでした。これ。これの、あ、貝殻か。じゃらーん。それと、せっかくやし、思い出したから、ハートのかけら回収しとく？ここな？ここの、この辺、あったあった、見えてるわ。透明なってるから見えてるわ。ここで潜って、貝殻じゃないよ。かけらをゲットして、あ、体力増えたわ。ここどうやって戻ればいいんやろうな。ってな。ほいしょ。これって確か、この滝の下あたりに貝殻なかったっけ。うん、これの下にあるんちゃう。あったあったあった。
岩井宇都也31個ってどうやろうな。次のご褒美もらえるかな。ご褒美もらえるんやったら行きたいけどな。さてな、これどこ、この上はタルタルコーチか。タルタルコーチ急流滑りも行けるけどな。さてな、一回貝殻の館行っていいですか。ワープします。貝殻の館に行ってちょっと現在のあれを確認させていただきますと。30超えたけどどうですか。ブーン、おおおおおおお、いた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 。え、これ剣もらえる。剣じゃなさそうやな。あー、パネ石だー。くそ、この次の段階かな。貝殻、くっそ、早く剣のレベルを上げたい。どうやっけ、これ、え、顔の神殿どういったら早い。違う、こっちじゃない、こっちじゃない、絶対こっちじゃない。マジ邪魔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 ー、開いたー。こう行ってで、リンゴ食べて、これで向こう側にフックショットで割った。あー、ガチ邪魔ー。え、あー、今思ったらあれやな、ブーメラン使えばよかったな。通っただけね。で、あ、これな、私が避けてたんだ。ここ、あー、入っちゃった。よいしょ。あ、今貝殻、貝殻じゃない、貝殻を、ま、貝殻とかけら間違えすぎ。かけらが沈んどった。ここここここ、かけら沈んでる。これは原作にはなかったと思う、絶対。こんなとこにあるかいみたいな。水が綺麗だから見えたというね。これね、これ実はね、原作っていうか、じゃあこのリメイクのバグなんか知らんけど、ここにね、入ったらね、あの、フクロウさんが出てくるんですけど、動物の村行く前にも、ここに入ると、まあ、タマランチ山でも、フクロウさんが出てきたみたいで、ここにフクロウさんがね、出てきちゃってね、この、あ、フラグ回収の順番完全に間違えましたね、みたいな気持ちになったんで、だからここ行くの後にしたんですよ。でもね、あ、もうちょっと進むか、もうちょっと進むと開くんかな。あ、開かへん、意外と開かへんの。お、この辺ってワープないんかな。あ、来た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 。で、ここに入ると南の神殿のマップが出てくるんだよな。で、これ残りは急流滑り。さっき急流滑り行っちゃおうか。ちなみにここ、あ、特にあれはないな、貝殻があるわけじゃない。風の魚の目覚めなくば勇者は島の土に。やめてー。うん、じゃあちょっと今回は急流滑りの方行きましょう。顔の神殿はまた次回ということで。タルタルコーチ、急流滑り一回やっておりますか。まああれもね、こうなんかタイムアタックとかね、そういう要素はあるんですけど。よいしょ。ん？今思ったけど、金あり？何ルピーいるっけ ？100 ルピーのいるっけ？こんないるっけ？念のため100ルピー集めてから行く？で、なんか結構な量いる気がする。で、給料滑りでたくさん稼げるから、うまくやればな。元取れへんかったらかわいそうなことになるんだけど、給料滑りの金額が今更やけど、わからん、いた。ちょっと貯めてから行こう。
めっちゃルキー出るやん。あー危ない、うー危ない、こいつあれと盾取られるからな。もうちょっとで100溜まるので、溜めてから行きましょう。いいな、危ないよ、痛い、こいつなかなかやりよるな、なかなかやりよるなじゃねえね。97、ハートがめっちゃ出る、めちゃくちゃハート出る、ハートで次はロタ、ほい、97、98、99だ。まだか、まだか。OK100。ジャスト100でいこうか。よし。これは多分どっからか。これってどっからか繋がってんの？あー、なんかわからんけど、どっからか繋がってんやな。で、かけらが取れると、ほな行きましょう。今調べようかなと思ったけど入っちゃったからいいわ。ちょっと待ってな、これを準備しとかないと。はい、100ルピーよかった。うん、とりあえずアイテム集めします。タイムアタックはめんどくさいので、また裏で。確かやったらカートのかけらか、あの、なんか、稼ぎか、あの、貝殻か、なんかもらえるねんけど、何やったか忘れた。ちなみには、こういう風にすることでタイムアタックは、あの、有利が取れます。ダメか。ほうがいいやろ、うん、無理か、前は、あー間違えた、あーっとグダグダやないかい。ん、なんかこれうまく OK、 ちょっと待ってな、横にで、いけへん。オッケー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 、ジムが過ぎる、ジムが過ぎる。もうこれは多いかな。あー間違えたー、ちょっと待って、斜めも使えるから、それでうまいこと。オッケー、これ戻れたらでかいんちゃう。ほい、オッケー、これ確か、ちょっと待って、ここ確か、あったー、ふう、で確か秘密の貝殻じゃなくて、ハートのかけらも、なんで私これの貝殻とかけらを言い間違い多いの、なんで呪われてんの私。これ向こう戻れる、戻れない。これはな、あれやねん、ダンジョンから出てくるとこやねん。ちょっとかけらはあれかな、いけへんのかな。うーん、で、間違えた。どうしよう。うん、これでガンガンもろといて。ほら、っしゃー、ルピー、一番もらいたいルピー。オッケー。おー、300も稼いだ。よっしゃー、これでラストや。かけらは前は。いや、いいです。とりあえず。これ、ん？かけら？あー、そこの石かな、多分。多分ここにはないと思うんだけどな。一応確認しとこうか。多分な、そこの岩やと思うね。このセンサー。これ何？どこに繋がってんの？これどこ繋がってんの？あ、これあれか、さっきのか。ちょうどよかったわ。かけらだけもろとこ。あー、ぶつけた。ゲットだぜ。
あ、これ急流滑りしないと戻れないパターン。悲しみ。無理ですよね。あー、急流滑りのところに戻ってしまうやつ。じゃあ急流滑りは裏でまたやっておきましょうか。はい、アイテム集めなり、まあ、タイムアタックなりやっておきます。はい、それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。